です。もしもし、松山さん。もしもし。はい、松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー。どうもです。あは、まだそんな言っていいんですか。いいと思いますよ、いいと思いますよ。僕らはね、新年一発目でございます。はい、今年もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。さてさて、はい、松山さん、はい、どうですか、お正月なんていうのは。ね、イギリスからも。僕はずっとイギリスで、はい。リバプール行ってましたよ。リバプール、ね、リバプールに対して僕と赤井さんが引き出しがなくてすいません。ちょっと待ってください。リバプールといえば何ですか。リバプールといえばビートルズ。そうですよ。ちょっと待ってよ。ごめんなさい。そっかそっか。すいません、そうだ、ね、そんなどでかいトピックがあったら、ね、50周年ですか。ビートルズ、そうそう、だから僕が生まれた年にビートルズデビューしてるんですけど、うん、だから去年が50周年だったんですね。あ、去年が、あ、そっか、去年がね、うん、それでだからもう4人の生まれた ところとか、山陰からですね、ジョン・レノンが生まれた山陰からですね、子供の頃育ったところと、ライブハウスは今もあってですね、ビートルズのコピーバンドをビートルズがやってたライブハウスで見れるんですよ、キャバンっていうところで。へえ。もうビートルズ漬けになって帰ってきましたけど。そんなサインまで抑えた、はい、そう、サインから始まるんですよ。そうですね、みんなすべてそこから始まる。生まれたとこから始まる。そっかそっか。すげー、楽しんでたぞ。大きいビートルズ使ってきました。いいですね、はい、そんなお正月だったんですね。はい、あとビートルズといえば、ビートルズ の音楽で、はい、そのシタールっていうインドの楽器をずっとやってるおじさんがいて、この間亡くなったんですけどね、はい、ラビシャンカールっていう人なんですけどね、はい、やっぱりね、イギリスってインドとずっと深い関係だから、はい、インド音楽がビートルズの中にたくさん入ったんですよね。そうなんだ。ラビシャンカールの娘さんがあれですよね、名前は言われてませんけど、全然関係ないジャズ歌手をやってます。ノラ・ジョーンズ。ノラ・ジョーンズですね。そうですか。そうなんですよ。お母さんずるい、知ってんだ。ノラ・ジョーンズは知ってるでしょ、普通。ノラ・ジョーンズ知ってますよ、もちろん。ノラ・ジョーンズの名前知ってるけど、そこの関係性は分かんなかった。今、スタッフからそう言われた。そうなんですか。だから意外と、スタイルやってる、成人みたいなふりしてて、いろんなところに子供作ってる人だったんですけどね。はい。まあ、それはいいんですが。またほら、情報にゴシッピーなものはついてきちゃってまた。そういうのを、松山さん、今日ご紹介いただける映画が、インド映画だということなんですね。インド映画なんですけど、これはインドのヒンズー語の映画、ヒンディー語の映画でですね、うん、まあ、インド映画史上最大の記録を作った映画で、うん、これスリーイディオッツっていう現代なんですけども、うん、これ日本ではね、一回ね、三バカに乾杯っていう、三人のバカに乾杯っていう、三バカに乾杯、言えなくなっちゃった、乾杯ってタイトルで、コメディ映画祭でですね、下町コメディ映画祭で上映されたんですが、それあと、なかなか日本でちゃんと正式に公開されなかったんですね。で、やっと4月にですね、正式公開になりました。で、タイトル変わりまして、三バカじゃなくなっちゃってですね、全然もうなんかちょっと真面目な映画のようなですね、とうまくいくっていうタイトルになったんです。全然違うタイトルですね。全然違いますね。はい。ただこのきっとうまくいくってのは映画の中で非常に重要なキーワードとして何度も繰り返される言葉なんで、うん、そういうタイトルになってるんですけども、まあ、これ基本的にインド映画なんで、バカ映画になってるわけですね、内容的にはね。そういうと差別的なんですけども、要するに、とんでもないバカなギャグが次々と連続してきてですね、下ネタが満載で、例えばですね、はい、サイレンサーって男が出てくるんですね、はい、サイレンサーっていうと、拳銃で音を消す拳銃じゃないですか、はい、音が出ない拳銃のことサイレンサーって言いますね、はい、はい、実はそのサイレンサーってのはスカシッペの名人なんですよ。そういうギャグですね。あとですね、これ知ってるかな、お父っつぁん、おかゆができたわよっていうギャグって知ってます？あ、知ってます、知ってます。あれ知らない。シャボン玉ホリデーから あって、その後キャンディーズが真似してましたけど、いつもすまないねって、こう、動けなくなった、まあ、病気でね、それは言わない約束よみたいなね。そうそう、そういうギャグがあったんですよ、そうそう、昔日本の伝統で。それがやっぱりこの映画でも出てくるんですよ。出てくるんです。お父ちゃんカレーができたわよっていつもすまないねって言うんですけど、そういうね、もう本当にベタなギャグが連続してって、例えばこの映画で主人公の男の子がいて、その好きになった女の子と初めてこう二人きりになるシーンがあるんですね、
で女の子が運転するのそのスクーターに2人乗りするんですよ、彼が後ろからこう抱きついて、うんうんね、で2人でこう、まあ、いわゆる古い言葉で言うとランデブーってやつでこうロマンチックになるんですけども実際はその2人の間にですね、その、寝たきでミイラみたいになった老人で瀕死の状態になってる人が挟まってるんですよ、うん、あの病院に連れていかなきゃなんないってシーンなんですね、うんうん、で女の子の運転するスクーターにその、まあ、あのミイラみたいな老人を乗せてるんですけども、うん、その老人を挟んでラブラブになるんですよ、そのシーンでこれいいのかよっていうね、非常にギリギリのことをしてるな多いと思いましたけど、はい、そういうギャグが連続していく映画がその、まあ、あのサンバカっていうか、うんまあ、今タイトル変わってですね、はいきっとうまくいくなんですけども、うん、これね主人公 3人のバカってことになってますけど、うん、あのインド工科大学が舞台なんですね、うん、インド工科大学、はい、インド工科大学ってのはインドに15ぐらいあってですね、インドの現在の繁栄を支えたエリートを出してる、大学なんですよ。へー。でそこに行ってるからバカじゃないわけなんですけど、実際は、そうね、はい、で、まあ、インド工科大学ってのはアメリカでいうとマサチューセッツ工科大学みたいなもう超エリートが行くとこで、はい、そこに入った学生3人がですね、うん、まあ、1人がですね、ランチョという、青年でですね、これがあの顔がですね、エミネムというラッパーにそっくりなんですね、この人が。今手元に写真ありますけど本当だ、すげえ似てますね。すごい似てるんですよ、うん、でもね、性格は植木仁なんですね。お呼び出ない。はい、そうそう、無責任シリーズってのは昔植木仁さんにありましてですね、はい、とにかくまあ、なんでも、まあ、どうにかなるよっていつも言ってるんですね、うん、パッと行こうよとか言ってるだけなんですよ。ランチョは。で、この映画のタイトルのきっとうまくいくっていうのは、その植木仁さんが言ってた、あのそのうちなんとかなるだろうっていうことを言ってるんですね。ああ、なるほど。そうなんです、あのこれ、英語でね、Always Well っていう言葉があるんですね。うん、オールイズウェルってのは、まあ、どうにかなるよって意味なんですよ、うんうん、でこれが口癖なんですよ、この主人公のエミネム君の、うん、ランチョの、ランチョ、ランチョね、エミネムそっくりの、はい、だから顔はエミネムで言ってることは植木仁の人なんですいいな。でタイトルは、まあ、そのうちなんとかなるだろうなんですね、うん、口癖は、うん、あ、お気楽な感じですね。それに気づらい、もう非常になんかね、高度成長期な雰囲気なんですよ。日本で植木仁が流行ってた時って日本高度成長期で、うん、とにかくみんな頑張って働いて、うん、陽気にやろうぜって、日本はどんどんでかくなるよっていう時代だったんですよね、はい、1960年代のね、うん、それが今のインドにあるっていう感じがよくわかる映画なんですよ。ああ、そうですか。はい、なるほど。でその大学の寮に入ると、その、まあ、ランチョ君の、ルームメイトになったのが、あのファーランとラジュというですね、この2人とも貧乏な家から来てるんですね、うん、でそのうちのそのに行くと、やあの お父さんがですね、あのおかゆを食べてるわけですよ、カレー味の、うん、よくわからないですが、あの要するに寝たきりなんですね、うん、で貧乏 でこれはっきりはセリフ出てこないんですけど、このラジュっていうその、まあ、苦学生の家は多分カーストで最下層なんですよ、うん、あ、そうか、インドだからそういうのもね、はい、被差別家庭なんですね、で被差別の人なんですけれども、ただインドっていうのは教育制度がすごく発達してて、勉強さえできればお金を払わなくても中学高校は行けるんですよ。そういう風にしたんですよ、国が、だからインドってあんなにすごい国になってきたんですよ。それがその発展を支えてるんですか。まず教育改革、80年代90年代にそのシステムが作ったから、それが、そう、工科大学とかに行く人材を、まあ、貧乏な人たちから見つけ出して、その工科大学たくさんあるわけですけれども、うん、それが2000年代のインドの、まあ、特に IT 産業における急激な発展というものの基盤になってるんですね。ただ今インドはすごい金持ちですけど、その家に行くと、そのお父さんお母さんとかはもう要するに字も読めないような人たちなんですよ。でも僕は子供の頃も日本ってそうだったんですよ。じゃあ読めたんですけど、うんうん、僕が子供の頃、1962年生まれ そのお父さんお母さんで大学出てる人ってのはほとんどクラスにいなかったんですよ。あ、そうですよね、時代から言うとね、4人でした本当に、大学出てる親っていうのは、せいぜい、うん、でも日本ってその後、まあ、すごく発展したんですけど、インドがまさにそういう状態なんですね、うん、でこの映画ね、その工科大学の青春が描かれるんですけど、バカなことばっかりしてるわけですけど、酒飲んで酔っ払って、うん、これは10年前の物語として描かれてるんですね、うん、でこの映画自体の舞台は現在なんですよ、うん、
で10年後に我々はどうなってるだろうっていうようなことを言ってて、その10年後に出会うんですね、うん、でみんな成功してるわけですよ、うん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 、まさにこのインドの10年間の急激な発展というものを象徴している映画なんですね、これ。だからね、3バカになんとかっていうタイトルだと、そういう映画だってことはわからないんですよ。なで、この映画ヒットしたっていうのはよくわかるのは、うん、インド自体を本当にその10年間というものを凝縮して描いている映画なんですよね、うん。もうみんな10年前は貧しい苦学生だったんですけど、10年後は今どうだって、ベンツ乗ってるよっていう話なわけですよ。もうじゃあビジネスマンにみんななってるってことですか。はい、ビジネスマンになってる。工科大学だから一人はまあ、企業で研究員やってるんですけど ね、何やってるかはちょっと秘密なんですよ。っていうのはね、10年後に出会って何をやってるかを探しに行くんですよ、友達が。で特にそのランチョっていう一番その植木仁でエミネムだった子が見つからないんですね、うんうん、で彼は一体何やってるだろうって言ってその、親友2人が探しに行くっていう話がまず進んで、うん、それと並行して思い出話をして10年前の学生時代が並行するんですよ、うん、行ったり来たりするんですね、10年ごと、現在が、うん、これね、サニーっていうね韓国映画が去年あってすごくヒットしましたが、うん、あれが現在のその45歳ぐらいのお母さんとその、お母さんたちが高校生だった1980年代をその行ったり来たりする話だったんですね、うん、それの、まあ、インド版みたいな感じなんですよ、うん、はい、でね、そのこの学校でまずどういう授業が行われているかというと、工科大学でとにかくね、競争、競争、競争なんですよ、うん、でもういい企業に入って、もう優秀な研究者となって、インドを支えていくんだと、それでもって金持ちになるんだ、金持ちになるんだって言うんですね、うん、で、ブランドのものを身につけることがステータスなんだみたいな、金持ちになることと、ブランド品なんだみたいなことで。その現在のインドもそうですけども、うん、そういうインドのものすごい上昇志向みたいなものが描かれてるんですよ、うん、でその中でそのランチョっていう主人公はそうじゃないだろうと、はい、我々がテクノロジーを学んでるのは一体何のためかと、うん、それはこれによって人々を幸せにするためじゃないかっていうんですね、うんうんうん、その植木仁さんのランチョはそう、うん、でこの子はテクノロジーの天才なんですよ、いろんなものを発明するんですよ、ところが先生の方はとにかくいい企業に入って金持ちになるんだということしか言わないんで、うん、対立していくって話なんですね、うん、でお前らは三バカだって言われて、うん、学校からどんどんいじめられて退学させられそうにいろんなプレッシャーをかけられていくって話なんですよ、うん、それだけれども困ったのはその一番プレッシャーをかけてくるその教授が、まあ、バイキン教授って言われてるんですけどあだ名でね、うんうん、そのバイキン先生の娘があのランチョと恋に落ちちゃうんですよ、宿敵の娘が、そう、このあのランチョ君のが好きになるのはその教授の娘でですね、この教授の娘がですね、うん、あの若い頃の大谷直子さんとですねアンジェラ・アキを足したような、あ、似てる似てる、はいはい、似てるでしょこれ、はい、大谷直子とアンジェラ・アキの娘でみたいですまあ女同士だから娘できないですけど、そういう顔をした人なんですね、うん、綺麗な方ですね、でこの子好きになっちゃって、うん、っていう、それで教授がますますそれでもって許せなくなるっていうね、まあ、ラブコメと学園コメディみたいのが、まあ、合わさってるんですけども、うん、でもインド映画っていうとね、ミュージカルみたいなのも、はい、今までは漏れなく入ってたじゃないですか、はいはい、そういうのも入ってるってことですか、ミュージカルもいっぱい入ってます、あ、入ってるんですか、もちろんなんだ、やっぱりちゃんとバッチリ入ってます、はい、もうね、ミュージカルシーンもすごいんですけれども、うん、それでオールイズウェルっていうその、ね、なんとかなるさっていう、そのうちなんとかなるだろうって歌って踊るんですけど、これまさに植木仁ですよ、うん、ミュージカル映画でミュージカルをするからバカみたいなインド映画って日本も昔やってたんですよ、無責任時代は、そっか、植木さんはいつもそのうちなんとかなるだろうって歌ってたんですよ、うんうん、踊って、うん、だからね、全然不思議じゃないんですけど、ただね、この映画ね、厳しいのはですね、その教授がどんどんプレッシャーをかけて、しかも親がみんな貧乏で、お前は将来偉くなってお父さんお母さんを楽させてくれってプレッシャーをかけてるから、うん、学生が次々に自殺していくんですね、へえ、もう成績ちょっと悪くなると、うん、自殺しちゃうんですよ、もう追い詰められて逃げ場がなくなっちゃって、はい、うん、でこれは事実らしいんですね、あ、インドもそうなんですか、はい、インドは学生の自殺がもう増えてもう社会問題になってるんですね、へえ、で世界的にね、その学生のすごく優秀な
学校の学生の自殺っていうのは韓国とインドと中国が多いんですよ。ね、韓国もやっぱ受験戦争厳しくてって言いますもんね。そうなんですよ。それちょっと成績落ちるともうダメだって自殺するぐらい追い詰められるんですね。でもこの3つの国ってすごく経済的に強いですけれども、うん、やっぱりそれだけのプレッシャーを与えてるんですね、うん、でその中でその今現在インドが抱えてるその金があればいいのかって問題とか、うん、その勉強すればいいのかって問題とか、本当に我々がやらなきゃならないことは何なのかっていう、その非常にその現在の問題っていうものがこの、おぽんちなミュージカルと下ネタギャグの間にこう盛り込まれていくというね、うん、非常に深い映画になってますね。そうですね、盛りだくさんの中にちゃんとストーリー性は今のメッセージが入ってるんですね。インドを描いてるんですね、うん、そうです。やっぱりインド映画はやっぱり基本的に9つ の、 そのテーマっていうか、まあ、笑いとか涙、うん、ね、ええ、愛、その心入れなきゃいけないんですよ。まあ教わりましたね、喜怒哀楽全部入れなきゃいけないっていう、ね、そう、だから映画大臣となって9つ入ってるかどうか数えて8つしか入ってないと映画監督試験になるっていうの嘘ですけどそういう国ですからね。しし嘘ですけど、はい。でもね、やっぱりこれ見てるとね、インドのパワーってのはすごいなと思って、ゴールドマンサックスっていうね、はい、人じゃなくて、まあ、アメリカの投資会社がですね、はい、2050年にその世界の GDP どうなるかっていう予測したんですね、うん、で1位は中国はまあしょうがないんですけど、うん、2位はアメリカで、3位はインドだろうって予測してるんですよ、うん、だからやっぱりね、そのパワーはあるなと。ちなみに日本どうなると思います2050年。いやもう2050年ベスト3に入ってないけど、どんどん落ちていくんですかね。日本はね、ブラジル、メキシコ、ロシア、インドネシアに抜かれて9位に転落すると予測されてるんですよね。これはただね、この映画を見ると、日本もかつてこうだったっていうのをやっぱ思い出すんですよ。あ、じゃあその年代の方からね、するとなんかこうデジャブ感みたいなのもあったりする。やっぱりとにかくみんな勉強しろ勉強しろって言ってましたからね、はい、僕は子供の頃とかもっと上の世代もそうですけども、それでもう国を豊かにするんだとか言ってて、で憧れの人はやっぱり学者、医者、弁護士だったですよね。あ、末は博士か大臣かみたいなね。そう、そうですよね。今なんてカリスマ店員になりたいとかね、読毛とかね、読者モデルですけど、そういうのが憧れとかいう時代に日本はかなりなってね、これがまあ消費社会っていうものの、なんだろうなと思いますけどもね、成熟っていうか乱熟なんでしょうけどね。ただね、やっぱりの登ってる国のね、どうしてこうなったのかっていうのは非常によくわかる映画ですね、この。で、映画自体はね、うん、今を生きるっていう映画が昔あってですね、非常に感動的なアメリカ映画だったんですけども、はいはい、それに匹敵するような、映画になってますね。はい。くだらないギャグもありますが、うん、非常に感動させる、学ぶということは何なのかっていうね、すごいね、ことを考えさせる映画になってますね。すごいですね。今を生きる、そんな下ネタとかなかったですけど、そういうのも入れながら、今を生きるに下ネタ入れて踊りを入れるっていう ね、 ね、あとカレー味をちょっと入れてとか、ね、アンジェラ入れたりとか、いろんなことしてます、はい、そんなの入るスペースありましたっけ ね、 ね、あります、3時間ありますから、インド映画は。さすが安定の長さですね、入るんです、はい、いろんなもの入ってます、はい、やっぱり勢いがあるんですね、インド映画はね。それ見てもう一回ね、はい、勢いあるこの気持ちを思い出すと、僕らも頑張んなきゃいけないですね。そうですね、そう、日本もかつてこうだったってことなんですよ、うん、またこうなれると、みんな一生懸命頑張ってたと、うん、でそのうちなんとかうまくいくと思ってたんですけどね、うん、はい、そういうのを思い出すためにも見ていただきたいなと思います、はいはい、これは日本でも、4月に公開されるっていうことですね、はい、が決まる、この春ですね、はい、この春公開ということが決まっておりますね、うん、はい、はい、きっとうまくいくです、はい、はい、ありがとうございます、オールウェルです、はい、はい、今日の大した玉はアメリカ在住の映画評論家町山智博さんに、インド映画きっとうまくいくご紹介いただきました。町山さん、新年早々ね、一番最初にこう元気を出そうというような映画をご紹介いただきましたね、うん、はい、ありがとうございました。今年もうまくいきますよ、はい、きっとうまくいく、わかりました、なんか髪なんとかなんだろう、髪具合噛んでる感じでしたけど大丈夫かな、はい、また来週お願いします。玉結び